先制の大きなチャンス。左に2本蹴っている音谷の過去の PK の右に蹴りました。先制します。甲府立ち上がり、まずはアウェーの甲府が PK で横谷ゴールゲット。大きな先制点ですね。そうですね、今の PK もしっかりキーパーの動きを見ながら、はい、キーパーの逆をつきましたよね、うん、素晴らしい PK ですね。岡本も反応をしたんですが逆を取られてしまいました。